こんにちは、浜田真理子です。今日はなぜ掃除ができないのかっていうことについて話をしたいなというふうに思っています。私は、自宅サロンでカウンセラーをやってカウンセリングをやっているので、お家にお客様をお招きして、そこで、お仕事をするという、まさにここの空間でお仕事をしてるんですけど、掃除が激苦手です。で自宅サロンのめっちゃ、いいとこっていう、いいとこなのかなっていうのはですね、お客様がお家に入ってくるので必ず片付けていないといけないっていう意味ではですね、割と、ぶっちゃにならないっていうのはあるなっていうふうに思います。あとなんだろうな、オンオフと同じ領域にいるので、そこをもうなんていうか、私はなんか公私混同型なので全然そういう方がいいなという感じなんですけど、上手にこう物の出し入れとかも、できた方がいいので、なんかそういう意味では効率を考えられるので、自宅サロンはすごいそういう意味ではいいなというふうに思っています。綺麗じゃなくてもいいかもしれないんですけど、お客様を迎える立場としては綺麗な方が気持ちいいなということを思ったりします。で、なんで掃除できないのか、すごい掃除が苦手、ちっちゃい頃から超掃除が苦手です。超苦手で、部屋の中はぐっちゃりみたいな感じでしたね。で、一人暮らしをするようになってから、少し片付けられる、片付けられるようにはなりましたね。掃除はめっちゃ苦手でしたけど、片付けはできるようになって、一人暮らしをして、私もここのお家住んでめっちゃ長くて10年以上住んでるんですけど、それでも 1,2,3,4 回引っ越したかな。一人暮らしするようになってめっちゃもうすごいいっぱい長いんですけど、4回引っ越したかなっていう感じですけど、片付けはだから大丈夫、掃除がめちゃくちゃ苦手ですね。で、掃除がなぜできないのかみたいなことを考えるんですけど、そもそもですね、掃除をですね習った記憶がなくて、皆さん掃除って習われましたか？教えてくださる方も、多分いらっしゃると思うんですけど、私掃除習ってない、もしくはちゃんと習ってるけど自分は聞いてないっけっていう可能性があるんですけど、これあれなんですよ、みんな掃除してるから、できて当然みたいなのと全然違うんですよね。やっぱ習った方が掃除はできると思います。なので今本当に YouTube とかいっぱいね、ハウツーいっぱいあるんで、掃除どうやったら掃除できるかみたいなのは、ちょっと調べたりとかする方がいいのかなというふうに思います。習うっていうのはね、結構大事ですよね。自然にできる人もねきっといると思うんですけど、習うっていうことが大事だなというふうに思います。それは、環境、人に環境がものを言うので、環境の話もできたらいいなと思うんですけど、自分を取り巻いてる育った環境とかで全然違うんですね、だなというふうに思います。だから、まだ習ってないっていうところ、掃除は習ってないっていうところで、いつどんなタイミングでどれぐらい掃除したらいいのかとか誰も教えてくれなかったと思いますね。で、なんかそういうことを、そんなのも分かんないのかってもしかしたら思われるかもしれないんですけど、これ自分のタイミングとかはやっぱ分かんないので、そういう風にするんだよっていうことを習わないとちょっとね、分からないと思います。で、なんかそこで少し、そういうことが分かってから学習することができるようになったので、なんかこう、例えば最近、私ミニマリスト系 YouTuber さんすごい見てるんですけど、なんかそういうところからこうエッセンスをもらって、あ、こういうふうに掃除ってこういうふうにするんだなみたいな感じのことを、学んでですね、やっています。それで一番学んだのは、なんか時間の確保ってことですね。掃除を、わざわざするためにそこの時間を取らないといけないっていうのを実際あんまやってなかったなっていうことを思います。もちろん
お客様を迎える前には、まあ、30分前には掃除機をかけるとかねありますけど、それぐらいしか思ってなくて、なんかそういう特別にお掃除の時間みたいなことをやってなかったなと思います。そういう意味ではなんていうんですか、学校ではねちゃんと掃除の時間ってありましたよね。あんなのを家で当ててなかったなって思いますね。だから家でも掃除の時間みたいなのを当てた方がいいなっていう、まあ、これ本当知ってる人からしたらめっちゃ当たり前かもしれないですけど、私全然知らなかったんで、この掃除の時間っていうのを当てるっていうねことを、やらないといけないなというふうに思っています。で、掃除はまあどっから手をつけても、まあ、どっから掃除したらいいのかわからないとかね、どこから手をつけてもいいと思うんですけど、まあ、めっちゃ散らかってる、めっちゃ汚いとかだったらちっちゃい場所からやるのがいいなって思うので、私のおすすめはやっぱ洗面所かな。洗面のドレッサーの中、ここの置いてるとこから片付ける、そこをめっちゃじっくり見てみるっていうのは結構好きですね。なんか使ってない、そう、まあ化粧品、使ってない化粧品とか あるかなとか、あとあれですね、錆びたヘアピンとかあったりとかするので、そういうのとか、これちょっと前までは使ってたけど、なんかうがい薬の期限が切れてるとか、なんか細かく見ていくと意外にこう捨てるものがあったりとかして、で一個ずつ拭いていくと綺麗になるんで、まあよく言うあの全出しみたいなやつ、まずそこに置いてあるものを、まあ、全部出すって結構大変だな、棚一個を全部出してみてそこをきれいにするとかだとめっちゃスペースちっちゃいからやりやすいんですよね。でそのやる時間をまず確保するみたいな、この時間 いるなみたいな、ね、確保するっていうのが大事だなと思います。でこれがですね、まあ、めんどくさいよね、めんどくさいとか、体がきついとかね、なんか動かないとかあると思うんですけど、それはまあ要するに疲れだと思っていて、疲れてる人は掃除はできないというふうに思っています。やっぱ難しいですよね。まず顔洗えてるかとかね、歯が磨けてるかとかね、お風呂に入れてるかとかね、その辺から、あとまああと眠れてるかっていうところからね、まあ、カウンセラーの立場から言うと、そういうのができてない人は掃除なんか無理やなって思いますね。眠れてるかで、顔洗えてるか、歯磨けてできてるか、シャワー浴びれてるか、まあ、お風呂入れてるか、まず食べれてるかとか、この辺がまずもってできてなかったら、ちょっともう掃除とか油断じゃなくて、まず自分をケアすることの方がよっぽど大事だと思います。からちゃんと、掃除の時間を確保するんじゃなくて、眠る時間を確保するべきだし、疲れを取る時間を確保するべきですね。まあそういうなんか洗顔できてるかとか、歯が磨けてるかとか、お風呂に入れてるかとかいうのって結構、目安になります。これできない人、できなくなってる人たち、うつ傾向になってることも多いので、まあ、この辺まず、まあ、掃除とかいう問題じゃないないですよね。まず自分のケアができないと掃除なんかできないから、顔をしっかり毎日洗えてるかとかいうところからチェックするだけでもいいかも。まあ私も結構休日とか風呂入らずダラダラするのが好きだから、まあどうかなと思います。まあそれは分かっててやってるからね、まあいいかなと思いますけども、体がきついとか動かないとかめんどくさいとか思ってる時は疲れを疑った方がいいので、まずそれは掃除をする前にまず自分の体のメンテナンスをした方がいいです。まあ、だからなぜ掃除ができないか、疲れてるからみたいな可能性はありますよね。なんかそういうことはあります。だからまず一つ目はなぜ掃除ができないのか、習わなかったからって、二つ目はなぜ掃除ができないのか、疲れてるかみたいな、なんかあるなという感じです。でもう一個大事なことがあるなと思っていて、それは、まあ、なぜ掃除ができないのかというよりは、なぜ掃除がしたいのかっていうことだと思います。あなたはなぜ掃除がしたいのかって聞かれたら、みたいな、考えちゃう。で私はなんで掃除したいかって言ったら、まあ、ここの家に10年住んでて割と適当にやって、来たわけですね。お客様が来ても、まあ、割と、まあ、そこ見えてるところだけはまあいいやみたいな感じで、
で、なぜ掃除をしたいのかっていうふうに今問われたら、あれなんですよ、やっぱりミニマリスト系 YouTuber さんの動画をいっぱい見て、流行ってるからみたいな、流行ってるから掃除したいって思うし、何ですか、流行ってるからルームツアー撮りたいみたいな、それですね、動機は。めっちゃこの、なんつうんですかね、できないというか、なんで掃除したいかっていうところを、もうちょっと考えた方がいいなっていうふうに思います。もしかしたらなぜ掃除したいのかっていうところで、掃除しなくていいっていうところに行き着くかもしれなくて、そしたら別に掃除しなくていいんで、まあ、どうやって掃除するかとか、どこから掃除するかとか、何を掃除するかとかいう前に、なぜ掃除したいのかっていうところ、まあ、根本のところを考えるべきだなと思います。まあ、私はさっき言ったみたいに、流行ってるから、そしてルームツアーが撮りたいからっていうですね、この2つの感じなんですけども、まあ、その後に、まあ、習わなかったなーと思ってたりとか、あとなんかこう、時間確保が大事なんだなーみたいなことを思ったりとか、あと疲れてたらできないなっていうことが導き出されました。なので、まずなぜ掃除したいのかっていうことを考えることはすごい大事だなというふうに思っています。まあ本当にね、私はですね、超ミーハーなんで、本当まあ昭和のですね、もうなんかバブルが、弾けた頃に、まあ、フィーバー、若干フィーバー気味、フィーバーできなかったみたいな感じの人間なんですけど、だからなんかミーハーだし、流行りがすごい好きだから、まあそれはすごいね、自分のねテンションとかモチベーションが上がるっすね面白いね。でも自分のテンションとかモチベーションが上がらないと、掃除そもそも嫌いだから全然できないんですね。でそういうなんかモチベーション、なぜ掃除したいかっていう、そのモチベーションが高くなるところを見て、私これがこうこうこういう理由で掃除したいんだなっていうことが分かってると、まあ掃除はできるっていう感じです。あとはそのなんかな、まあ掃除って永続的っていうこともあんま知らなくて、達成したら終わりと思ってて、でここ掃除したら終わりみたいな、でその、まあ、ずっと掃除していくと、掃除するとこなくなってきて、全然全体的にめっちゃ綺麗になったなみたいな、よしよしとか思ってたら、あの一番最初の頃に掃除したとこがめっちゃまたこう誇ってて、あなんかめちゃくちゃ汚れてるんだけど、なんでってなって、そっか、生活している限り掃除って必要ないよみたいな気づくっていうね、もうすごいあのアホかみたいな感じなんですけど、でもそういうこともね全然分かってなくて、やっぱ達成したらそれで終わりってどっかで思ってるんですよね。でもそういうことではないので、まあまずその掃除の時間を確保していくっていう、まあ全体的に細切れにちっちゃいところからずっとしていって、でまた戻るみたいな、こうルーティーンがねやっぱねすごい大事だなっていうことを思いました。いやー知らんことばっかりやね、びっくりするよね。掃除をちゃんとするって本当やったことなかったっすね。この家も本当に10年以上住んでるけど、本当汚かったね、掃除してわかったけど、なんかお客様に申し訳なかったなと思います。まあでも一応見えるとこだけね、こうあの頑張って掃除機とかかけてたんですけどね、結構大変だった掃除が。まあルームツアーもね、そのうちねやりたいと思ってますのでね、見て綺麗になった、もうほんと汚いの見せられない、綺麗になったところをですね、見せるという、お見せするという感じになると思うんですけど、まあそういう感じでですね、なぜ掃除ができないのかっていうところはですね、まず習わなかったからっていうこと、そして、2つ目は疲れてるからじゃないかっていうね、これは自分のケアをちゃんとねした方がいいよっていうことですね。でそして、まあ3番目にしっかり考えてみる、なぜ掃除したいのかっていう、なんで掃除したいのかっていうことを考えれば、なんで掃除できないのかっていうところよりも大事なことが見えてくるっていうですね、なんか自分をできないとか言うのはね、私はねあんまりなんか好きじゃない好きじゃないですね。だからなんで私は掃除したいんだっけなみたいなことを考えて、まあ結果掃除できなくてもいいと思いますよ。まあできた方がいいけどね。でなんかあとはそのなぜしたいのかっていうところから
テンションを上げたりモチベーションを上げてるところを持っていくっていうのが私はすごくいいなというふうに思って実践しています。そういうね、なんかね、こう続くことを祈りながら動画を撮ってるわけでございますよね。本当にまあ、きっちり掃除をしようと思い始めたのが本当にね、秋っていう秋、初秋からだったので、ちゃんと続くことを祈ってるっていうか祈ってるおかしいね、祈ってる感じです。でも本当にドキドキしながら祈ってるんですけど、まあ、お掃除に関する動画はですね、まあ、自宅サロンっていうこともあってですね、たくさん、まあ、苦手っていうこともあってたくさん上げていきたいなというふうに思ってますので、まあ、まず初回はなぜ掃除できないのかっていうところにフォーカスをしてお話をしてみました。もしなんかこれでね、あ、なんかわかるとか、そっかとかね、思った方がいたら ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録をしていただいたらなというふうに思います。またいろいろ、まあ本当にカウンセラーの視点からもいろんなお話ができるんじゃないかなというふうに思ってますので、次回も、また動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひ興味ある方はチャンネル登録お願いいたします。ではまたお会いしましょう。浜野真理子でした。